ってるレゴです。いやついね、ついんですよ、完成しましたね。このですね、このね、144分の1がついに完成しました。でかいですね、僕の手ぐらいですね。いや違う、僕のね、手のね、こんぐらい、こんぐらいですね。うん、うん、でかい。やはりね、このね、カップヌードル、これがね、通常って言っても過言ではない。それよりもこれのね、3倍ぐらい。うん、3、やっぱでかいね、これ。1、2だもん、でかっ。やっぱでかいね。はい、次にね、武器の紹介をします。武器の子はこっち。え、は、え、は、はい、え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 、ま、まさか。燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダム、君を走れ、燃え上がれ、燃え上がれ、燃え、くし、ガンダム、ガンダム、君を走れ、プシ、機動戦士ガンダム60分の1、出たー、ついに来たね。比べてみよう。はい、はい、ここにね、アームを置いますよ。はい、アームですね。もうちょっと拡大してみるか。こんな感じ。どう？いいでしょう。はい、一旦ね、普通のね、144分の1と、これなんだ、これこれはね、なんだ、まあいいや、このね、カップヌードル、まあいいや。まずはですね、ここの体の中にね、実はコアファイターが入っています。では、コアファイターを取り戻し、あ、取るもん取り出します。はい、こんな、ここね、部分にコアファイターが入っております。はい、こんな感じでコアファイターが入ってあります。はい、変形させます。はい、こんな感じですね。コアファイターはこんな感じですね。裏はこんな感じですね。はい、あ、取れちゃった。はい、次にですね、次に武器の紹介をします。今持っているのは、このビームライフルと盾ですね。それを こちらにある、こちらの、ね、いろいろな武器に持ち帰ってみたいと思います。はい、こちらが、ビームサーベルと盾を持ったガンダムですね。はい、こんな感じでね、ビームサーベルやっぱ長いですね。はい、僕が使っているのはね、このオプション版っていうね、透明なリアルのやつでね、削らないといけなくてね、これはね、僕はね、鉛筆削りで削りました。まあ、こんな感じですね。はい、でも、こちらにあるね、オプション版じゃない方の、プラモデルで作るか、硬いね、こっちは柔らかいんだけど、こっちは硬いね。このプラスチック製のやつはピンク色に塗ってね、ちょっとオプション版とね、ちょっと長さが違くてね、ピンク色に塗らないといけない。まあね、プラモデルが好きな方が使いそうな、なんていうかね、やつなんだけど、僕はね、ちょっとね、リアリティを出すためにこういう感じにしてみました。はい、
こちらがビームさんです。改めて紹介します。はいはい、こちらはですね、ガンダムハンマーです。多分じゃない、ここをね、こちらを持って、で鎖にね、つながって、でこちらについてるね、トゲトゲのボールで相手をね、ボーンってやって、それで倒すみたいな感じですね。ガンダムの武器はいろいろあるね。僕ね、初めて知った頃、こんなのね、あるのって知らないよね。まあね、初代の子、まあね、今の時代で言えばね、まあ40代ぐらいかな、50代ぐらいの人がよくね、こういうの知ってるんじゃないでしょうか。今時はね、ガンダムビルドファイターズっていうね、かっこいいやつ。じゃあね、はい、次、ほっ、はい、今はハイパーバズーカーと、まあね、アムロを持っています。右手にハイパーバズーカーを持っていて、左手にアムロを持っています。わかりますか。ですね、今のここのね、バズーカの先のところにはミサイルがついていて、実際は取れるようになっています。はい、こんな感じですね。はい、最後に言いたいことがあります。今売っているガンプラの61分の1サイズと、今売っている、まあ、60分の1のサイズは、だいたいね、1万円ぐらいしちゃうんですよね。でもこの昔の復刻版は作るのが大変なんだけど、頑張って作れば3000円あれば買えるので、皆さんもよかったら作ってみてね。バイバーイ。